何なんか若干変なんですよガクトさんを裏切って何をやってるんですか？裏切らない。今のところ話を聞いて、はい、あの僕の中で分かってるのは友達をよそろったパパラッチそうですいやちなみに多分俺が社長の時だったら絶対 NG ですよ絶対はい、ノースビレッジの北里洋平です。今日はですね、まあもはや我々のチャンネルの準レギュラーと言っても過言ではない鮫島拓海さんに来ていただきましてですね。はい、こんにちは、鮫島拓海です。準レギュラー2回目ですけど2回目ですけど準レギュラー、はい、はい、あの今後ちょっといっぱい出てもらいたいなと思うので、まあ先に言っとこうと思って、はい、今日すいません、なんか今日の今日の今日の話なのにマジで何にも聞いてないで来たんですよ、はい、で何も聞いてないけどなんか撮影したいということで、はい、何の番組なのかも知らないんで、まあノースビレッジチャンネルの皆様、はい、こんばんは、音楽プロデューサーをしております鮫島拓海と申しますもう今日はね本当にね拓海さんに何も連れて、はい、あの伝えてなくて、はい、でまあ、いくつかの内緒のコンテンツがあって、はいはい、撮影しながらね、まあ、その辺はもうちょっとあのやっていければと思ってます。わ、はい、かりました。とりあえず、まあ、ノースブリッジのチャンネルということで、はい、C 社でも吸いながらあのお話しできればと思ってるので、はい、わかりました。すいません、 C 社お願いします。やっぱりね、 C 社はいいですよね、うんうん、C 社のどういったところがお好きですか？なんかね、なんでしょう、頭が無になるとかですかねマイナスプロモーションやっぱりなんか煮詰まってる時とかそういう時って何もしたくないわけですよ。もう寝ちゃおうかなみたいなそんな時にやっぱ C 社だったらなんか何も考えないで、うん、確かに確かに、いつもねよだれ垂らしながらよだれ垂らしてそれもマイナスプロモーション吸ってるんですけど、やっぱり美味しいですよね。ああ、じゃあ美味しいですか。じゃあちょっと吸っていただいて、はいはい、プカーッと吸ってもらって、今日ねちょっと喉を痛めてるんで優しく吸いました、うん、優しくちょっとバコッと吸ってみてもらっていいですか？今日のなんかちょっとお味はこれ何なんか若干変な味ですよね。ちょっと人の新車の新車を変な味とか言うのやめてもらっていいですか？あの今日ね、調子が悪いからあれかもしれないですけど、なんか変な味でしょうねいつもだったらどんな味いつも美味しいんだけど、なんかなんて表現するんだ、魚臭い実はですね、はい、あのまあ、秘密第一回なんですけど、はいはいはい、今回その匠さんにその撮影をお願いするにあって、はいはいはい、天下のそのガクさんの事務所の関わる方々なんで、はいはいはい、ガクさんご本人と、はいはい、あと会長にですね、はいはい、匠さんに出演してもらって、こういった YouTube 動画を撮りたいんですけ ど、 あ、なるほど、よろしいですかと、はいはいはい、でまあ、ガクさんいいんじゃないかと、はいはいはい、で会長からですね、はい、もちろんいいよと、はいはい、たらふく、うん、C 社を吸わせてあげてくれと、はいはい、で会長からの、はい、フレーバーの指定がございました。あ、なるほどなるほど。ただ世の中に存在しないフレーバーを会長から指定があったんですね、はいはいはい、で僕はもう2つ返事で承知いたしました、はい、なるほどなるほど、お任せくださいと何味正解は、今、ここにですね、あの黒く隠しているんです、はい、そこにエビを入れてくれとエビ味風味のシーシャを私ね、魚嫌いなんですなんかくっせえなと思ってこのシーシャくっせえなとで、たけみさんはそのエビとかカニとかシーフード嫌いです、ね、特にエビが嫌いって聞いてると思う、はい、途中から気づきました僕が鼻声だって口呼吸に変えたんですよ吸って一口目で臭いと思って口呼吸に変えてるから今ね匂いをしない状態かつですよ、まあ、会長からエビ風味でと、エビ風味、じゃあまあもうガチのエビを、はい、まあ、あのフレーバーにもすり身にして入れて、下には生のエビをふんだんに入れて、気持ち悪かつ匠さん多分他にも嫌いなもの、うん、まあ、あると思うんですよ、はいはい、世の中で食べたくないもの、はいはい、シーフード、うん、全般特にエビで、それ以外にも、まあ、他に何を絶対食べたくないか、はい、と言ったら下調べが少なかったんですけど、はい、おそらく嫌いであろうと、うん、もしかしたら好きかもしれないけど、うん、普通嫌いだろうっていうんで、はい、うんこ味
うんこパウダー。じゃあですね、うんこパウダーをですね、もう今日の今日であの手この手で。あのね、分かんないけど、うん、まああのエビの方が強烈で、でもなんかちょっと海さんの匂いがするなそうそう。スタッフの海さんの匂いがするなと思ったのよ。なるほど、まるで本物の匂いと味、うんこの元って書いてます。海さんの匂いだ。そんなシーシャをね吸いながら。これずっとそうなの。やばいでしょ。一応普段の匠さんも用意して、じゃあ会長が指定したって言ったら吸わなくちゃいけないんだけど。で最後ちょっと一回バコ吸いしてもらっていいですかね。どんどん煙少なくなってる。しかも口呼吸だから。もうちょっと捨てみ。いや俺さっき吸ったらゲロッと吸わなかった。はいはいはい。もう一回。はい。ちょっとカメラ持ちながらはい、うんこ代表年上だけどうんこ参考です。思いっきり吸って鼻から出して。ああ美味しい。ああやっぱりうんこだからね。さすがね、自分の匂いだから。一応たくみさんに普段出してきて。もういいよ、もうブルーベリースムージーください。うんこにはブルーベリースムージーでしょ。もう甘いので消さないと。ひどくないこれ。ひどいよ。でもエビの味はめっちゃ再現してるでしょ。じゃあエビはなんかまだね、魚介類嫌いだけどエビせんは食べれるのよ。ああそうなんだ。それをちょっとイメージしてっぽいな。魚介類だけどまだ我慢できるかなっていう。いやー、まさか会長からエビ風味でしっかりエビをそこに沈めてくれって言われた時に、でもね、これどう再現するかなって。いやめちゃくちゃ気持ち悪いよこれ。でも本当に俺幼少期からなんだけど、公衆便所とかちょっとでも臭い匂い入ると口呼吸に変える癖があって。そうなんだ。さすが切り替えがオートマチック。うわこれきつ。ちょっとこれ分かってないな。もう一回でしょこれ。分かってないよね。もう一回うんこ味でしょこれ。俺が油断してんだからね。期待して俺吸ったのに今。普通に美味しいの出てきちゃったもん。多分今後あのこの撮影の現場である、はい、あのノースピリッチユーリエリバーシティでは、はい、まあ、あのスペシャルメニューとしてオーダーしていただければこの C 社が吸えるようになってるので。たくみさん自身が今そのガクさんとのプロジェクト以外にですね、はい、まあ、いろんなプロジェクトに参加されてるということで、ガクトさんを裏切って何をやってるんですか？裏切らないですよ。裏切ってるわけじゃない。裏切らないんですけど、やっぱりなんかガクさんとの仕事ってやっぱりずっと、はい、ナンバー2ビジネスだったり、はい、そのまあ、ビジネスでいうと、うん、やっぱり上がトップがいて、うん、それを支える、一生懸命支えるような役割、うんうんうん、でやっぱりこの40にもなると、うん、まあ陽平さんもそうですけど、うん、やっぱり自分がちゃんとトップで頑張るビジネスも作んなくちゃいけないなっていうことをずっと感じてて、はいはいはい、で40代でやっぱり自分のプロデュースのやろうって思ってたんですよ、はいはいはい、で昔から女の子の曲を作るのは好きだったんですよ。 AKB とかの曲も作ってた。そう、 AKB の曲とかも前作曲したりとか、うん、はいはい、20代の前半の頃 ABEX にいて、うん、作曲をいろいろしてたんですよ、はいはいはい、アイドルとかに。でやっぱりそういう、まあ、自分の好きな曲はもうザ・アイドルって感じじゃないんですけど、うん、それを生かした曲 でガールズグループ作りたいなと思って今作ってると。どういったグループ名の？ね、24 Emotions っていう、まあ、24って呼んでもらってるんですけど、プルチックの輪っていうのがあって、感情っていくつあるんだろうみたいなのを調べた人がいて、まあ、基本の感情って8個ぐらいあると。負の感情も怒りとか、はいはい、喜びとか、はい、でそこに肯定をつけると、まあ、英語なんだけど全部、そうすると、まあ、24個の感情で全部の感情が表現できるみたいな表があるんですよ。それ見ててすっごい面白いなと思って、喜びと何かを足すと、愛になったりとか、そういう図があって、いいキーワードないかなって調べてる時にそれを発見して、24の感情ってすごい面白いなと思って、でそのまま頂戴したっていう。まあ語呂もいい。24ってやっぱり24時間とかいろんな語呂がいいじゃないですか、自分たちに馴染んでる。で、まあ、24っていう日本語的な響きもいいし、海外に向けても、まあ、いろんな感情を表現できるグループを作ろうっていう。でもアイドルをプロデュースって、それもその旗振り役で、はいはいはい、相当な挑戦じゃないですか。みんなにアイドル始めましたって言ったら、よくそんな茨の道に。でもやっぱり別に自分アイドルビジネスを知らないし、なんかオリジナルなものが作れるっていう確証が
あるわけですよ。知らないがゆえに、まあ、オリジナリティがあるあのグループを作れるだろうっていうので、まあ、そのかっこよさと可愛さを融合させたもの。でもね、やっぱり日本のアイドルってその K-POP とかと違ってやっぱりめちゃくちゃ可愛かったりとか、可愛さがすごい武器で使える。そのルックスだけじゃなくて、なニュアンスとか、例えば好きを手記とか言ったりとか、その日本語的な可愛さとか、あのそういうなんか言葉遊びもできるし、なんて言うんだろう、なんかまあ、あのちゃんとかもそうですけど、かわいい感じもあるじゃないですか、はいはいはい、ああいうのも使えるし、大人びたこともできるし、なんかいろんな武器は使えるなとか、若さも使えるし、バラエティもできるしみたいな、トータル的にエンターテインメントとして面白い存在だなって思ってて。それはなかなかの挑戦ですよね。1分ぐらい MV 差し込んでよ、もう。たくみさんがそんなものすごい、まあはいはい、人生をかけたこう、はい、挑戦をしてる時に、はい、僕は僕で、はい、ものすごい挑戦をしとったんです、はいはい、ことが起こったのは、はい、去年の4月ですよ、うん、コロナがまあ明けてきて結構前ですね、うん、マレーシアに、はいはいはい、がやっとこう観光客が入れるようになって、うん、僕遊びに行ったんですよ、はいはいはい、でガクさんが住まれてるんで、うん、ガクさんに お久しぶりですってこう尋ねに行って、うん、一緒に食事をしてもらって、はい、ガクさんの不動産物件見るの好きじゃないですか、うん、でガクさんが「いやようやく最近うちのすごい近くに、うんこんないい物件あったんだよ、はいはい、つってプールがすごい綺麗でさって言われて見せてもらったのが、うんまあ、写真入れましょうポン見せてもらって、はい、こんな家あんのと思って、うん、翌日僕もその物件見せてもらったんですよ、うん、これはすごいなと思って、はいはいはい、で思わず僕そこを契約しちゃったんです、うん、衝動でね。そうなんですよ、うんまあ、ちょうどゴールデンウィーク前ぐらいにそのからマレーシアに行っていて、うんまあ、ゴールデンウィーク中もマレーシアに行ったんですけど、うん、でそこであの僕、まあ、3児の父なんですけど、はいはいまあ、借りたからにはまあそこに住まなきゃということで家族の移住を決めたんです、うん、で僕日本に戻ってからまあ家族会議をするわけですよ、うん、あみんな集合と、はいはい今日は会議があります、うん我々は、うんマレーシアに移住することにしました、はいはい、で10日後に我々は日本を立ち、うんマレーシアに移住します。もう頭いっちゃってる親父だよねでお家はもう借りてきましたっていうあれを家族内で発表したんですよ、はいはいはい、でちょうどうち一番上の娘が当時高1で、うんはいはい、で下の真ん中の娘が中1だったんですよね、うん、だちょうど新しい学校に、ね、入ったばっかりだったんですけど、うんまあ、もうそれをやめますと、うん、なので翌日僕学校に電話して、うん、すいません3日後やめますっていう連絡をしたんですよ、うんうんうん、そしたらまあもう当然学校の方は、うん、はっと、うん、何を言ってですか、いやちょっと海外に移住しようと思って、うんうん、家借りたんですよ、そっちに引っ越しますって話をしたら、うん、そんな簡単なことじゃないですと、うん、その学校間の引き継ぎとか含めて英語の書類とか用意しないといけないから、はいはい、そんなすぐには無理ですよって言われて、うんでまあ、でもなんだかんだ、まあ、ちょっとここは濁しますけど、うん、その向こうの学校とかも、うんまあ、学徒さんのつて等々があって、うんおそらくそういう手続きをはしょっても一旦移住はできるんじゃないかと、まあ、ビザとかも何も取ってなかったんです、ね、家だけ借りただけだったんですけど、まあ、そんなこんなで、ね、うちの家族は急遽マレーシアに子供たちにも家族全員にスーツケース3つ渡して引っ越し先に持ってきたいものはここに全部詰めなさいみたいな感じで、まあ、実際もうそれでゴールデンウィーク明けてすぐマレーシアに移住しました。でもうほんと夜逃げのごとくで、うん、もう冷蔵庫には牛乳とか入ったまんまそのまま行ったんですけど、うん、行って、まあ、プールある家に、うん、人生初めてですよ、うん、そんな家に住むの、うんそうね、でそこにいてプールでプカーッとあれしてる時に、うん、あれと思って、うん、俺何やってんだろうと思って、うん、その仕事どうすんだろうとか、うん、そういうもろもろ考えた時に、うんいやちょっとマレーシアでもちゃんと自分はこう父ちゃんとして仕事も頑張んなきゃっていうことを考えた時にやっぱうち出版社じゃないですか、うん、じゃあこのタイミングで、うん、マレーシアに移住したがゆえに、うん、出版ここまで本気出してやりましたっていうものをやりたいなと思って、うん、でそれ何かって言った時に、うんまあ、うちでそのこれまでその直近で言うと、うん、学徒の勝ち方、うん、学徒聴取口述、はいはい、学徒のどす黒いメンタリズムって、うん、でおかげさまでこれってすごい大ヒットをして、はいはいまあ、累計30万部以上いって、はいはいでまあ、3作目とかでもその初版が4万部を超えるっていう状況が続いて、でまあじゃあそのままその流れで、うん、じゃあもう一冊ビジネス書みたいなの出しますって言っても、うん、まあそれって別に日本でもできる話じゃないですか、はいうん、でじゃあここは一発もうこれをまあ一つのきっかけにして、はい、本当にまあ
こう踏み込んだ、うん、あの僕が今まで聞けなかった話とかも含めて、うん、ガクトさんにもう潜入取材じゃないですけど、うん、もうこのマレーシア自体が僕にとっては潜入取材だと、はい、っていうぐらいのもの本を作りたいなと思って、はい、でそうすると、まあ、今までそのいわゆるビジネス書的な、うん、まあ、ガクさんからいろいろアドバイスいただいたものっていうのは本にしてきた中で、はい、僕がまあ唯一その踏み込んでこなかったっていうものが、うん、ガクトさんの、まあ、いわゆるこれまでのスキャンダルとか事件とかの真相っていうのは僕は、そもそもそこまで知らなかったんですよね、はいはいはい、で YouTube とかを出したり本を出したりとかする中で、うん、まあ、例えば YouTube であればコメントとかに、うん、まあ、いわゆるアンチの方々からもコメントいただくわけですよね、はい、で、ガクトコインどうなったんだとか、はいはい、ガクトの不倫疑惑どうなったんだとか、はい、犬がとかなんとかがとかっていう、うん、でなんとなく想像はついてたんですけど、うん、具体的なことを僕知らないままお付き合いをしていて、うん、で GACKT さんは、まあ、いわゆる僕が知ってる GACKT さんっていうのと、はい、知らない GACKT さんっていうのがいるなと思って、うん、なるほど、 でどっちが本当の GACKT さんなんだろうっていうのが、うん、まあ、まあ気になってはいたんですけど、はいはい、ただまあなかなかね、うん、え、GACKT さんなんかこういうことしたんですかとか、うん、その週刊誌のものを聞くことであんまないじゃないですか、うん、まあ、そうですね、うん、じゃあこれはこのマレーシアに引っ越したのを機にと、うん、ということで、まあ、ガクさんに新しく借りて我が家に来ていただいて、うん、そこで撮影インタビューをさせていただいたんですよ、はいはいはい、で本人には、まあ、これと一緒ですよね、うん、もう何も言わずに来ていただいて、うん、あのインタビューのをさせてくださいということだけをお伝えして、うんうん、でその冒頭で2つだけ約束してくださいと、うん、まず NG なしでお願いしますと、うん、はい、であと絶対怒らないということを約束してくださいということを言った上でインタビューさせてもらえて、うん、はい、でそこには僕の方で事前に準備した過去のいわゆるスキャンダルとか炎上とかそういったものを過剰書きで、それをもう本当もうなんかもう勇気を出してこう本人に聞いてったんですよ、はい、あの週刊誌より立ち悪いですよ先に NG 出してね、こう立ち悪いですね、そうなんですよ、はいはいはい、でこう聞きながら、はい、うわこんなこと聞いていいのみたいなこととかも、まあ、要は新刊が出るんですよ、その過去の GACKT さんの炎上事件もろもろの真相全部ぶっちゃけどうなんですかっていう、今のところ話を聞いて、はい、あの僕の中で分かってるのは友達をよそろったパパラッチそうですね、あれそういえばパパラッチデビューしてましたよねパパラッチしましたけど、何でしたっけ、パパラッチサメ、サメラッチじゃないよパパラッチサメラッチよく分かんないもん本出されてましたね。まあまあまあそれにちょっと続いたみたいな感じはあるんですけど、あのこんな感じでね、ドンとね。その時に聞いた話っていうのが、ガクトは本当に勝ち続けていたのかっていうところで、呆れた下半身事情、歌舞伎町キャバ嬢6時間監禁連風疑惑とか、今すぐやめなさい今すぐやめなさい、これ、消えた現金疑惑とか、ガクト脱税とか、事務所にマルサ介入、一人売り抜け、巨額の利益か、ガクトコインの闇、仮想通貨詐欺疑惑とか ね、盗作デザインで謝罪一切なし、ガクトボロ儲けとか、なるほどね、愛犬家大激怒、里親事件の真相、なるほど、名古屋の暑い夜、人妻不倫騒動の舞台裏、金と暴力の渦巻くガクトと芸能界の闇、ガクト武装戦線、拉致監禁銃刀法違反、暴露系 YouTuber 激白、はいはい、業界に広まる一つの裏常識、ガクトには近寄るなっていうようなね、まあまあなどなどですよ、全部聞きました。まあまあまあ、まあ、僕もね真相知ってる方ですけど、よくこんなにありますよねそうなんですよね。でまあ、言ってしまえば、まあ、確かになんか、うん、ご本人の口からとかも、うん、まあ、特には言わないですからね。そうなんですよね。でこれをまあまあまあ本当良くないんですけど、うん、スタートとしては事務所にも話を通さずにですね、勝手にやったわけですよ、まあ、やってしまったわけですよ。いけないですね。いけないですよね。で、まあまあもちろん匠さんにもその辺の相談とかはね、はいはい、しつつ、ただ本当の本当の真相を知るのは、はいはい、裏にまたこういろんなこう、はいはい、裏ボス的な方々がいらっしゃるというところで、はいはいはい、まあ、そこにまで僕潜入してきました。はいはいはい、いろんな話を聞いたら、はい、まあこうね、本当にそれを本にしていいのかっていうような内容相当がですね、まあ、よくぞご無事で、はい、っていうような形で、はい、でまあ、何がしたかったかというと、はいはいはい、別にその週刊
史的な、まあ、今よくあるその暴露系などこうとか、はい、そういうことがしたかったんではなくて、うんうん、でもやっぱこう僕ガクトさんと、まあ、マレーシアにいる時とか、まあ、言ってしまえば週5ぐらいでご飯を連れて行っていただいたりとか、こうしょっちゅう一緒に遊んでいただいたりとかしていて、うん、でまあ、それこそ家族も食事に連れてってもらったりとかしてる中で、はいはい、で、まあ、本当のガクトさんってどっちなのっていうのももちろん気になるし、うん、でもガクトさん自身が、僕が知るガクトさんって、うん、その後ろめたいことを残さない人なんですよね。その裏表がありそうで、実は全部聞いたことをそもそもプライベートでは聞けば答えてくれる人なんですよ、うん、はいはいはい、だからガクトさんがいやそれはごめん言えないとかっていうのが想像がつかなかったんですよね、はいはい、だからまあここはちょっと勇気を出して全部を知って、うん、でもちろんファンの方々でも、うん、なんだろう、週刊誌とかヤフーニュースとかで、うん、そういったニュースを目にしながら、はい、なんかこう知りたくないっていうところで、うん、こう目をつぶってたところがあると思うんですよね、うん、はいはい、でやっぱその自分たちがそのコメントの応援コメントしてる中に、うん、そういうあのきついコメントがあったりとか、アンチの方々からのコメントがあったりとか、うん、まあ、あのそういうのも目にしたことあると思うんですよね、うん、で実際どうなのっていうのをちょっと全部聞いてみよう、まあ、なるほどね、っていうところでの、うん、今回9月の4日にですね、はい、ガクト敗戦期っていう形で、なるほど、これまでガクトの勝ち方が勝ってきたところ、まあ、これは、まあ、負け敗戦期ってそのままってことですね。そうですね、まあ、いわゆる、まあ、結局炎上したりなんやとかスキャンダルとかあると本人的にはブランドイメージがどんどん傷つくわけじゃないですか。だから要は、まあ、ガクトさんがこれまで痛い目にあってきたことも含めて、うん、はいはいはい、あの失敗したことも含めて、うんうん、全部ぶっちゃけで聞いてみようっていうのを、なるほどですね、でやってみたら、はい、本当にガクさん、うん、何の NG もなく、うん、さすがにこちら的に NG でっていうことまで、うん、全部喋ってくれたんですよ、はい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 、でそれを世に出すか出さないかは傭兵に任せるよみたいな形で、うんうん、はいはいはい、本人隠し事、そういう意味では、はい、なく全部話してくれたんですよね、うん、でご本人からの証言だけだと、はいはい、まあ、捉え方によっては、うん、あ、まあ、一方的だろうっていう、一方的でなんか言い訳に聞こえちゃう可能性もあるし、まあでも本人の内容自体がそもそも言い訳というよりも、まあ、ぶっちゃけで話しちゃってるので、うんうん、そうは捉われないと思ったんですけど、もうちょっと踏み込んでみようっていうところで、うん、いわゆるそのガクさんのそのもろもろの真相を知っている方々に、はいはいはい、話を聞いて回って、うんうんうん、取材をして、そこから出てきた新しい情報とか、うん、はいはいはい、そういったものをまとめたんですけど、うん、これが まあまた衝撃の衝撃 で、うん、はいはいはい、でかつおもろいんですよ。なるほど、そんなことあったんですか。まあ基本的にはコミックみたいな出来事がいっぱいありますよね。いやそうなんですよね。そのやっぱり、うん、まあ、このね表題がいっぱいあるように、うん、すぐ叩かれるっていうか、まあ、炎上しがちじゃないですか、はいはい、だけど真相を言ったところで、例えばその週刊誌がそれを書いたのに反論するとまた週刊誌が売れるわけですよそうなんですね、うん、もうそれも答えるのがね、真相はこっちは分かっていても、うん、まあ、それはもう餌食、餌になっちゃうわけじゃないですか、うんうんうん、だからそれは、まあ、こっちからするとね、なんか意味がない時も多々あると、うん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 、それにさらに踏み込む、うんうんうん、だからでもとはいえ、まあ、突っかかってる人っていっぱいいると思うんですよ、うんうん、ファンの方もね、うんうん、しかり、うんうん、まあ、あの一般の人もしかり、うんうん、あれってどうなったんだろうみたいな、うんうん、でも そうやってね、あの本ちゃんとご本人の口からとか、うん、まあいろいろね、どなたで取材されたか分かんないですけど、うんうん、その裏取りができてんだったらそれはね非常にいいんですけど、マジで入り組んだ案件とかもいっぱいありますからね。いやそうなんですよね、未解決のものとか含めてね、はい、これって、まあ、多分出版業界的にも、はいはいはい、結構前代未聞なぐらいこう何の弁明の本でもなければ、うん、まあ、ぶっちゃけこうでしたっていうのを、うん、で事務所側もっていう、そんな本出すんですかっていう話、まあ、事務所側からしたら出したくないだろうねまあまあそうなんですよあえて触れたくないですからね。そうそう、でがゆえに今回は、うん、今までなんか僕とガクさんの中で、はい、こうまあ匠さんもいてくれた上での、はい、こう
許してもらった、それが故にやらせてもらった案件っていっぱいあるじゃないですか。さすがに今回のはこうみんなドン引きされていて、いやちなみに多分俺が社長の時だったら絶対 NG ですよ。面倒に巻き込まれたくない。いやまあそうなんですよね。そうなんですよ、絶対 NG ですよ。そうなんですよ、はい、でもまあ今回はその、まあ、学祭の、うん、まあ、おそらくその50歳に最近になられたっていう節目も含めて、こうまあもう白か黒かっていう、別に学徒さんを白というための本でも全然、はい、まあ、読んでもらえば分かるんですけど、学徒さんを擁護する本には全くなってないんですよ。なるほど。読んでもらった上で白か黒かはもう陪審は読んでくれたあなたですっていうような、うん、なるほど、はい、もう本当そういう内容になっていて、あ、なるほど、かつその聞いたこと以外な、あら、はい、いろんな、それ以外にもこんなの、まあ、もうここまで言うんであればっていうんで、うん、こんなこともあるよ、こんなこともあるよっていうのがもうもはや衝撃的すぎて、ちょっと俺も楽しみだね、それは。何が書いてあるのか。ちなみにこの中でこう匠さんの中でいやこれ大変だったとかっていうのなんか一個ピックアップしてもらうとしたら、どれも大変だよ、どれも大変だけど、うん、まあ、実際蓋開けると内容薄いものもあるんですよ。お、例えば、うん、例えば、いやなんかね言いたくないんだよな。が年明け逮捕か、前代未聞の問題作、ガクトがついに真相を告白。メディアに流れるさまざまな噂、それらに沈黙を貫いてきたガクトに全ての疑問をぶつけたノースビレッジ編集部、真相が気になっていた全てのファンの皆様、そしてアンチの皆様、お待たせしました。ガクト本人が初めて NG なしでスキャンダルと炎上騒動について全ての真相を告白。炎上やスキャンダルにさらされても何度でも立ち上がるガクト、彼を突き動かすものは何だったのか。さらにガクトが最も信頼した超側近者のエースが数々の疑惑に証言した、これが真実だ。未だに残る疑惑の数々に対し客観的な第三者の証言と証拠とともに真実が白日のもとにさらされる、ガクト敗戦記。2023年9月4日全国書店にて発売。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を読んだあなただ。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.